もう誰も信じない。もう誰も私に近づかなくていい。本当にいいんですか？はい。あ、わあ、すごい髪の毛。ほら、ダメよ。なんで？あれ、あつよさんじゃないですか。おはようございます。おはよう。相変わらず強めの髪型ですね誰もここ座らないわけだ。誰かのために見た目作ってるわけじゃないから。ふーん、私は可愛く見られるために見た目作ります。ねえ、電車の中で化粧って恥ずかしくないの？え、なんでですか？すごい顔して鏡見てるよ。ひどい。通勤時間を有効活用してるだけです。へえ、人に見られるために化粧した顔見せるんでしょ。なのに誰にでも化粧中の姿見せちゃうんだ。私、どんな姿でも可愛いって言われますあ、そう。あ、ここどうぞ。おや、ありがとう。人は見かけによらないね。お似合いのものが見つかってよかったです。ありがとうございました。はあ、聞いてくださいよ。あの人5着も試着して買ったの1着ですよ。買ってくれてよかったじゃん。何が不満なの？接客の時間無駄に長すぎて疲れますよ。ふーん、すいません、これ試着した。あ、ご試着ですね。こちらへどうぞ。あつよさん、あの人有名なポピーパーカーさんですよ。ふーん。あつよさん、もうちょっと怖がられない見た目にしたらどうですか？いやよ、見た目だけで近づきたいとか近づきたくないとか、そういうの興味ないの。ふーん、いい顔してたらいいことあるのに。私は私のために好きなものを着て好きな髪にするわ。私なら人受けする服と人受けする髪型にしますけどね。そう、すいません、娘にプレゼントする服が欲しいの。一緒に見立ててくださらない？え、この人どう見てもお金持ちですよ。あ、私が一緒にお選びします。あなた一緒に選んでちょうだい。え、いや、私は。あ、彼女そういうの苦手なんで私が。あなたがいいわ。え、早くしてちょうだい。あ、はい。これが娘よ。へえ、美人さんですね。何色が好きとかわかりますか？そうね。ふん、私のがおしゃれで可愛いのに、なんであつよさんなの？いいわね。じゃあこれとそれいただくわ。ありがとうございます。ありがとうございました。あなたなら親身になってくれると思ってたわ。私見る目あるのよ。え、今度うちの美容室に招待するわ。あなたの良さが出るヘアスタイルにしてあげるわ。え、あ、はい。人生いろいろあるけど、あなたの心は汚れてないわ。じゃあ、待ってるわよ。あ、ありがとうございました。内面を見てくれる人ってちゃんといるんだ。え、あつよさんが笑ったの初めて見た。フフフフ。